どうも、なおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は最強の弓モッド第3弾やっていきたいと思います。今日の弓モッドなんだけども、なんだ、メテオアップグレードと、エレクトリックアップデートと、ブリゲージは、わかんない。まあ、そんなのがついてます。どんなやつなのか、ちょっと使ってみましょう。まずは、メテオ。これ、メテオって隕石でしょ？どんな感じになるんだ？隕石は、なんもならないよ。お、な、音は、おお！え？なに？ああ、なんか降ってきてる。え？ちょっと待って、もうちょっと 上からちょっと撃ってみよう。ああ、なに、あ、なんかね、隕石が降ってくる。すげえ、これなんだ、これめちゃくちゃ強いかもしれない。これ指っていうよりも、これ魔法だね。あ、なるほど。これはね、チャージで撃たずに、もうピュンピュン撃っていった方が良さそうね。すごいことになるよ。え、これ最強じゃないかな、これが。お、雷が最強かと思いきや、多分こっちの方がね、強そう。すっげえ隕石降ってくる。いや、これエンドラ楽勝っぽいな。このメテオはすごすぎたね。次はこれ、あれ、エレクトリックは、あれ、これつけれないのか。エレクトリックはこっち、あ、違う、あ、ちょっとエレクトリックできないみたいなんで、こっちを行きましょう。ブリッジ、橋だ。ん、おお、なんか、え、ああ、これを打って、こう橋ができるから、それでこう移動していくっていうやつか。あ、なるほどね。まあまあ楽ではあるけど、あの、飛んだりテレポートしたりするよりはなんか地味だな。うん、なんか地味めなやつだけども、でもまあそうか、テレポートしたりするよりもエンドラとは戦いやすいかもしれない。これでね。あー、落ちちゃった。落ちたら終わりだけど。橋がこんなできてしまえば、まあ上からね、狙うことだってできるだろうし。はい。これはなかなか良さそうだぞ。ただフィールドが、これは荒れるだろうな。だいぶ荒れるそうな気がする。あ、いや、待て、消える、消えてってる。多分時間でこの橋はね、消滅するみたいだね。あ、ならいいや。じゃあ今日はこのエレクトリックがちょっとわけが分かんないので入んないよね。これで戦います。ブリッジとメテオ、これでエンドラと戦っていきましょう。いやー、ダメだね。どうしても落ちちゃうな。何回やっても落ちるんだよね。おそらく、エンドラの場所と、ブリンジか、メテオ。どっちかがね、合わないんだよね。ちょっとブリンジを抜いてから戦ってみようか。どうしても落ちる。それでは、行くぞ。まずエンドラどこだ？うわ、なんか、エンダーマンむちゃくちゃ溜まってるな。いた！発見！ぶっ倒してやる！よっしゃ！え？そんなダメージない？あ、いやいや、なんかこれカオス！なんかわけわからなくなる。いけ！え、これ、メテオそんなダメージない？いや、なんかすごいことにはなってるんだけど、
ダメージは一向に入らないね、これ。え、なにこれ。なにこれ。なん、いや、ダメージは、あ、そんなに入っちゃいないんだな、これ。いけいけ、連射連射。メテオメテオメテオ。全然ダメージ入ってねえ。全然ダメージ入ってねえわ。あ、いけ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 。いやいや、全然ダメだわ。全然ダメージ入んない。よし、オッケー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 。メテオ、フレ、隕石、隕石。ダメだ。見かけ倒したね、やっぱり。もう、場はね、えらいことになってるんだけど、ダメージ、しょぼい。普通に弓当てた方がいい。よし、もうちょい。あと一発かな。いけ。ああ、この時ダメージ入んないんだよね。おっしゃ、もう一発。オッケー。どうだ。まあ、勝てるには勝てたんだけど、えらいことになっちゃったな。もう周り隕石だらけ。なんだこれ、本当に。はい、ということで今日は最強の弓モッド、メテオとブリッジ使ってみました。メテオは見かけ倒しです。ダメージはそんなにないし、そこまで使えるやつじゃない。これだったらば、まあ、雷を使ってた方が断然マシな気がします。そしてブリッジ、これ使うと結構クラッシュしやすいので危険です。ちょっとやばいやつだね。はい。まあ、とにかく、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。